どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は、プレミアムポイントについてね、徹底解説していきたいと思います。 ANA 上級会員になるにはプレミアムポイントを貯めようということでやっていきたいと思います。この動画ではですね、 ANA 上級会員になるためのポイント、プレミアムポイントについて紹介していきたいと思います。まあ一般的にはね、PP とかと呼ばれております。プレミアムポイントとは、プレミアムポイントの貯め方、上級会員になるためには、プレミアムポイントを貯めるしかない、プラチナ会員になれたら、スーパーフライヤーズカートに入会できます。という、目次でね、やっていきたいと思います。で、プレミアムポイントとはということで、私もね、リクマイラーになって、で最初の方全然分かんなかったんですよね、このプレミアムポイント。まあプレミアムポイントっていうのは、1月からね12月31日の間で、まあ、ANA かっこスターアライアンスグループの飛行機に搭乗した際に貯まるポイントとなっております。でこちらのポイントはプレミアムポイントっていうのは、マイルとはね全然別のものでして、特にね何かに使えたりってするポイントではないんですよね。まあどういうものかっていうと、プレミアムポイントが貯まれば、上級会員になれるというもので、特に何かに使ったりとかするようなポイントではありません。まあ要は、貯まっていけば上級会員になれるし、貯まらなければ上級会員にはなれないっていうものなんですよね。その、貯まる期間が1月から12月31日の間で ANA スターアライアンスグループに搭乗した際に貯まるというものになっております。でプレミアムポイントの貯め方ですよね。 1ANA の飛行機に乗る、2スターアライアンスグループの飛行機に乗る、まあ1も2も同じことを言ってるんですけども、基本的には ANA スターアライアンスグループの飛行機に乗ることによってこのプレミアムポイントっていうものが貯まります。で、プレミアムポイントの、積算率ですね、まあ、闇雲に ANA スターアライアンスグループの飛行機に乗るのではなく、対象クラス座席によってですね、このプレミアムポイントっていうのは変わってきますので、まあ、注意が必要ということですね。まあHIS とか、そういうパッケージツアーみたいなもので、ANA に乗れた場合、まあ、もしくはスターアライアンスグループに乗れた場合、もちろんねプレミアムポイントは貯まることは貯まるんですけども、そのスターアライアンスグループ ANA のグループの飛行機に乗る場合でもですね、まあ、エコノミークラス、ビジネスクラスってあんまりないと思うんですけど、基本的に、価格が安いパッケージツアーみたいな場合だと基本的にエコノミークラスなんですけども、そういうエコノミークラスでもですね、その対象の座席、対象クラスみたいなものによってこのプレミアムポイントっていうのは変わっていきます。で基本的にはですね、エコノミークラスで、このプレミアムポイントっていうのが、100% もらえたりとか、プレミアムエコノミークラスだと 100% もらえたりとか、その座席のクラスによってね、このプレミアムポイントの積算率は変わっていきます。で、概要欄にですね、プレミアムポイントシミュレーションっていう、ANA のね公式のサイトを、概要欄に貼っておきますので、そこでねプレミアムポイントの計算が基本的にできますので、まあ、そこで、ここからここまでの、プレミアムポイントで自分が乗る座席の積算率でどのぐらい1回の搭乗でプレミアムポイントが貯まるかっていうのね、で計算されてから、このプレミアムポイントをね貯めるようにしていただけたらなと思います。まあ、そこを、綿密にね計画して、ポイントを貯めないともったいないです。とりあえず事前に計算だけはして、搭乗するようにするといいと思います。で ANA 上級会員になるためにはプレミアムポイントを貯めるしかありません。まあ、ANA だけではなく、 ANA の上級会員になるとスターアライアンスゴールドとなりまして、 ANA のね
スターアランスグループの上級会員になることができます。まあ、こちら ANA だけではなく、スターアランスグループの飛行機会社の上級会員にもなることができます。まあ、特典についてはね、また別の動画を出しておりますので、そちらを見ていただけたらなと思います。で、3万プレミアムポイントでブロンズ会員、5万プレミアムポイントでプラチナ会員、10万ポイントでプレミアムポイントでダイヤモンド会員となっております。まあ、この各ステータスでですね、プレミアムポイントを貯めた数でこのプラチナ会員、ブロンズ会員、ダイヤモンド会員という振り分けがされるということになっております。で、真ん中のですね、プラチナ会員になることによって、スーパーフライヤーズカードにね、入会することができます。ですので、このスーパーフライヤーズカードに入会するために、5万ポイントね、貯めるっていうことをこの SFC 修行と言います。まあ、このプレミアムポイントを5万ポイント貯めることができれば、このスーパーフライヤーズカードにね、入会することができて、一度スーパーフライヤーズカードを取得できれば、永久的にね、クレジットカードの年会費を更新するだけで、上級会員でいることができます。こちらはこの右上のね、画像の通り、スーパーフライヤーズカードでスターアランスグループゴールドとなることで、永久的にね、上級会員でいることができます。これがですね、プレミアムポイントの全体的な、話っていう感じになるんですよね。で、私、そのこのスーパーフライヤーズカードに入会するために、このプレミアムポイント5万ポイント貯めることを SFC 修行と言いますって言いましたけども、私もね、 SFC 修行を昨年いたしまして、無事スーパーフライヤーズカードに入会することができたんですけども、じゃあ、おすすめの路線とかですね、そういうのも、他の動画でね、紹介しておりますので、私のおすすめは、クアラルンプールから発見の東京乗り継ぎのニューヨーク路線、2回で簡単 SFC 修行っていう動画を、出しておりますので、今年もですね、まだ全然そのルート利用できますので、ぜひね、おすすめのルートとなっております。何がおすすめかっていうのを、この動画でもね、一応話しておくと、とにかくこのプレミアムポイントっていうのはですね、5万プレミアムポイントを貯めることが目標ですよね、 SFC 修行において。ですので、49,999 ポイントで計算を間違えてですね、そこでこれで入会できると思ってたら、実は計算間違ってて49,999 プレミアムポイントで終わった場合、変な話、プレミアムポイントは絶対飛行機に乗らないともらえないものなので、計算を一つ間違えるとまた無駄にお金がかかることなんですよね。ですので、事前の計算っていうのはすごい大事なんですよね。で、このプレミアムエコノミープレミアムエコノミーを利用したんですよね、私の場合は。東京ニューヨーク、クアラルンプール発見の東京乗り継ぎのニューヨークで、今ですね、その私がやったルートっていうのはですね、もうすごい高い値段に切り替わってしまって、今やる場合だと、対象運賃は、対象クラスはエコノミークラスになるんですけども、プレミアムポイントは同じ風に貯まる路線となっておりまして、それだと、2周するだけで簡単に、このプレミアムポイント5万ポイント貯まるということで、2回で簡単 SFC 修行という動画を出しております。国内でやられる方、海外でやられる方、様々だと思いますけども、私のがこのルートをお勧めしているのは、とにかくこのプレミアムポイントの計算が簡単なんですね。クアラルンプールから東京乗り継いで、ニューヨークで、ニューヨークから東京乗り継いでクアラルンプール
まあ、これを2周することによって5万プレミアムポイントが到達することができますので、やはりこの計算の楽っていうところが、おすすめとなっております。それではね、プレミアムポイントね、シミュレーションの画面で、こちら ANA の公式ホームページにあるところなんですけども、概要欄に貼ってあります。でこちらでね、プレミアムポイントを事前にね調べられるということで、まあこれからね SFC 修行、ダイヤモンド修行などをねされようという方は、まあ、こちらでねプレミアムポイントがこの路線に乗れば片道でどのぐらいのプレミアムポイントがねもらえるか分かるようになっております。ちょっと分かりづらいんでね、一応紹介させていただきますね。東京からこちら羽田、まあ、こんな感じで選んでね自分の使う路線をね、で、基本的に今持ってるクレジットカードですね、 ANA カード一般からプレミアムカードまでで、まあ、上級会員の方はもうスーパーフライヤーズになってる人なのでね、こういうふうに切り替えることができます。で、こちらステータスです。こちら基本的にこれからされようという方は持ってないと思いますので、まあ、こちら空欄でいいかなと思います。でこの利用運賃っていうんですね、1から13、これがちょっと本当に分かりづらいちょっと分かりづらいですよね。これどんどん下に下がっていけば下がっていくほど、この搭乗ポイントっていうのは減るんですけども、でまあ一応運賃1で、検索して畜産 150% の搭乗ポイントが400ポイントで、運賃1なんてのがありまして、こちらを開くと、畜産率のパーセンテージプラス搭乗ポイント400ポイントで、国内線の場合はですね、プレミアム運賃の場合はこちら150% の400ポイントがもらえます。まあね、ご自身が、予約したねもので検索していただくと、この畜産率っていうのと搭乗ポイントっていうのが出てきます。で、こちらですね見ていただければ分かるようになっております。じゃあちょっと戻りましょうか。違う、ここですね。で、これで今のこの運賃表で一番上のプレミアム運賃で、ね、今回は検索しております。それではね実際に検索していきたいと思います。東京那覇でプレミアム運賃ですね。で、搭乗日で検索で、プレミアム運賃、まあちょこの空いてるところを、ね、入れていきたいと思います。でプレミアム運賃、まあこちら今仮でやってるんでね、時間とかはね何も気にせずに選択してます。まあこういう感じですね。プレミアムクラスのプレミアム運賃、これでやると、まあこう価格とかはね度外視でやってますけども、こちら12万円で、運賃1で計算しておりますね。これで検索すると片道で3350ポイントですね、プレミアムポイントがたまる、1845マイルがたまるということになっております。で期間マイレージが 984×150% で路線が2倍になって、搭乗ポイントが400、まあこちらは内訳ですね。まあこういうふうにね分かるようになっております。まあこれはね国内線の場合で、今東京那覇でプレミアムクラス運賃の片道ということですので、これを往復やるとこれが2倍貯まるということになりますね。次は国際線行ってみましょうか。国際線で、私が紹介しているクアラルンプール東京、ニューヨーク東京クアラルンプールっていう路線ありますよね。2回で簡単 SFC 修行っていう動画でもお伝えしました通り、まあ、今回は、そちらのクアラルンプールから東京で、検索してみましょう。地域が日本で、まあ、どっちで成田にしましょうか。で、東アジア、クアラルンプール、東京が日本からクアラルンプールですね。でこちらさっきと同様 ANA カードゴールドですね、ゴールドですね。で、ステータスは持ってない。で、これなんですよね。予約クラス。これがですね、ありますよね。
これが基本的にこれを選ぶことによって、まあ、これも下に行くほど畜産率が下がっていくんですけども、エコノミークラス、プレミアムエコノミークラスで、海外路線でねポイントを貯めようという時には、この GEYBM このクラスですね、こちらの、畜産率が 100% で搭乗ポイントが400、こちらがエコノミークラスもしくは、プレミアムエコノミークラスとなっております。これ以上上はですね多分あるのかな、ないと思いますね。ファーストがビジネスだと思いますので、価格はね度外視になっておりますので、とんでもない金額になってますので、基本的にこうですね GEYBM このクラスになっていれば、基本的にね 100% で搭乗ポイント400がもらえるということになっております。で、こちらもですねちょっと調べてみましょう。で、海外で片道で、これを成田にして、クアラルンプール、クアラルンプールですね、まあ、これは5月11日から14日、まあこれは何でもいいんですけど、で、クラスがまずエコノミークラスで検索しますね。おっと出てこないですね、これは困った。ちょっと日数を先にしてみましょうか。出ましたね。東京からクアラルンプールでですね、これです、クラス S クラス、さっきのポイントに戻ってきます。 S クラスここですね、 50% 搭乗ポイント0、これだと、畜産率が 50% になって搭乗ポイントはもらえないということですので、基本的にここですね狙っていくのは。ですのでこういう場合はどうするかというと、ベーシックに書いていきます。 U クラスに変わりましたね。 U クラスこれでもまだ 70% ですね。ってことはこのエコノミークラスだと、この路線に関しては U クラスか S クラスしかないということですね。で、プレミアムエコノミーのありましたね、お、表示がされなくなりましたね。もう一回見てみましょうか。これですね、 E クラス、このクラスだと搭乗ポイントが 100% で搭乗ポイントが400という感じで、エコノミークラス、プレミアムエコノ、今回はプレミアムエコノミーになっちゃいましたけど、E クラスだと搭乗畜産率が 100% 搭乗ポイントが400もらえるということで、片道で5407ポイントがもらえるということになります。まあこれが片道ですので、これで往復すると1万ポイント超えということになりますよね。まあ基本的にこの、プレミアムポイントのシミュレーションっていうのはこういうふうに使います。ですので、まあ、自分が使う路線、まあ、一応例にとってね、私の紹介しているクアラルンプール発見のね、東京乗り継ぎのニューヨークの場合ですと、ここが日本になって、これですね、これも、先ほど同様ですね、プレミアムポイント数は一緒ですね。で、これを逆に変えるっていうことですね。東京東アジアのクアラルンプールから、東京ということで成田。エコノミークラスでいくんだけです。これも、
Y クラス、これエコノミークラスですけど、この Y クラスですよね。 Y クラス、これだと 100% で400ポイントの搭乗ポイントがもらえるということで、まあこちら、9万円になっておりますけど、10万150円になっておりますけども、これだとクアラルンプールが東京で5407ポイントが獲得できるというふうな、計算の仕方ですね。まあ、計算する上で気をつけていただきたいのはここです。本当に自分の乗ってるクラスが、どのクラスなのかっていうのを、よくね確認してもらって、シミュレーションよく活用してもらって、獲得プレミアムポイントの、ね、計算を間違えることがないようにねしていただけたらなと思います。まあ、今回の動画は、プレミアムポイントについてフォーカスしてね紹介させていただきましたけども、何かね質問等々があったら、まあ、分かる範囲でね答えていきたいと思いますので、ぜひコメント欄にね書いていただけたらなと思います。今回の動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。